いや、そうだ、言い忘れてたことがあった。そう、大事な話をし忘れてたわ。なんかさ、俺は確認してないんだけど、昨日なんか、警察とさ、伊藤忠から電話があって、なんかどうやら、加藤さん殺害予告されてますみたいな連絡が、それは昨日来て。で、いや、それは、まあ冗談なんで、全然気にしなくていいですよって話してたの。ただやっぱさ、みんな気をつけた方がいいよ。マジでパクられるからね。いや、俺は、被害届出さないけど、そのさ、例えば、伊藤忠商社とかって、でかいのね、結構。三菱、三井住友、伊藤忠って本当に三大商社じゃん。で、動かざるを得なくなるのね。で、多分通報が入りまくって、連絡来るじゃん。連絡来るでしょ。そうそう、俺は動かなくても、近隣の人がやっぱ、通報するっていう流れになっちゃうから、俺守ってあげれないから、マジで気をつけな。俺は大丈夫ですって言ったけどさ、他の人が通報してるかもしんないから、それはもう俺、守ってあげれないからさ、マジで。本当に本当に。マジで守ってあげられないから、本当気をつけな。本当に本当に。いや、マジで本当パクられるからね。ガチでパクられるからね。なんで伊藤ちゃん、やっぱりさ、俺はね、説明したら40分ぐらいかけてさ、いや、多分、配信とかのノリで、そういう風に書いてあるんで、本当に大丈夫です、大丈夫ですって言ったんだけど、管理会社の方に連絡が来ちゃったみたいで、管理会社の方に。管理会社の方が連絡来ちゃったらさ、大丈夫ですかってなるじゃん。殺害予告するんだってこと。なんで俺がさ、みんなに向かって殺害予告はやめましょうってさ、もう、多分、いや、俺は、だから説明したけど、他のところから通報入っちゃったら多分警察動くからさ、余裕で。マジで、ほんと、冗談じゃなくてやめた方がいいよ。冗談じゃなく。こんなことで前科ついたらほんとシャレになんねえぜ。気をつけてください。本当に。いや、俺その文を見てないんだけどさ、どこに書いてあんの？いい加減一個しろよ。その文見して、なんで文が書いてあったの？ちょっとあれ貼って。文字貼って。文字貼って。掲示板のいくつ？掲示板のいくつ？じゃ、俺別にそいつがパクられるかどうでもいいんだけどさ、なんか、まあ、一応かわいそうじゃん。あ、文字貼ったらアウトらしい。掲示板のいくつ？掲示板のいくつ？いや、でも多分通報の量がめちゃめちゃ多かったんじゃない？どこどこどこ？多分、じゃあ普通にパクられるからね、多分。本当に。206746。20。んで、20っておかしくねえか？どこどこどこ？ちょ、削除してやるからどこだよ。そいつ自白したって言ってたやつ、なんで自白？ 自首したの？ じゃねえよ、じゃあ最初からよ、バカがよ。ちょっと、あれ教えて、番号教えて。いや、本当に捕まるからね。ガチで連絡来てるからね。本当に。いや、だから俺は大丈夫です。俺は大丈夫ですって言ってるけど、じゃあさ、他のところのさ、うちさ、何人住んでんだろう。100部屋もねえか。レジディアって何個あるんだろう。219332。219332。いや、本当に、めんどくさいぞ。お前読み上げるとパクられるぞ。なんで俺に対する殺害予告で俺がパクられなきゃいけねえんだよ。ちなみに住所晒すのはいいの？俺がってこと？俺が住所晒すのはもう問題ないでしょ。あ、消えてんだ！え、ちょっと俺の権力で復活させて見てみよう。すぐ消すから見さして。すぐ消すから見さして。これいいじゃねえかよ、別に。え、どこ？もう一回言って。219332。219332、2193、え？ 2193、600、2、え？嘘でしょ？ 219332、そんなに前？
人気、どんだけみんなコメントしてんの、バカなんじゃねえの。219332。マジか。219332。あ、ほんとだ、消えてる。これ復活させちゃおう。ちょっと待って。ちょっと待って、見させろ。219332。これ誰が消したの？誰が消したの？掲示板封鎖なんかするわけねえだろうが。いや、俺、自分で消したこと一回もない。多分誰かが通報したんだよ。219332。21、まあ、それは消すよな。219。え、自分で書いたら消せるの？加藤純一にはしよう。加藤純一死すべき。加藤純一ぶっ殺す。加藤純一はレジで西新宿で震えながら生きたらいつかぶっ殺しに行くから。え、これだけでダメだろ？これだけで NG なの？え、これダメなの？え、ガチで警察から連絡来たよ。これダメなの？やっぱ俺が場所言ってるからってこと？アウトなんだ。みんな気をつけだね。ほんと。いや、でもレジディアって言ってるからだろうね。で、その伊藤忠のさ、俺の担当から連絡来てさ、いや、警察から、加藤さんが、被害届出せば、警察の人はちゃんと対応するって言ってくれてますって言われて。いや、それは本当に大ごとにしないでくださいって。俺は言ったけど、他のね、いや、本当に、マジでパクられるからな。みんな本当に言ってた方がいいよ。出そうぜ。お、出すべえがして。俺傷ついてるし、お、出すべえ。ひどいよ、そんなの。ありえねえよ。俺出すから。しかも俺示談しねえから1億積まれても。いや、出さないけど、ほんと気をつけないよ。あんたたちね、若くしてね、今そんなね、2、3週間で帰ってこれるだろうけど、前科つくっていうか、単純に辛いぜ、親にもバレてさ。辛いよ、ほんとに。こんなくだらないことで、もうせめて誹謗中傷ぐらいしときな。それか死ねとかさ。俺に対するやつだったらさ、大丈夫だけどさ、近隣の住民が通報しちゃったらさ、ほんとにシャレ、めんどくせえから、俺止めらんねえからさ。いや、多分、これは、ほんとに冗談だし、ほんとに許してあげてくださいって。俺なぜ自分のさ、自分に殺害予告したやつを40分かけて守んなきゃいけねえんだと思って。俺通報するわ。痛い目見なさなきゃダメだわ。朝8時ぐらいに電話来てさ。マジで気をつけな。219461に謝罪文書いてる。ちょっと謝罪文も。謝罪文の内容次第で俺は。じゃあ検討するわ。かわいすぎる。もうバカすぎる、マジで。なんでそんなにバカなの？なぜそんなにバカなの？マジで。教えてくれ。219461。なぜそんなに。219461。警察に話してきたところ、加藤純一さん本人が被害届を出せば警察は動くそうでさ。俺今から警察に電話するから。いや、俺ここまでで怖えもん、普通に。やばいっしょ。アンケートの目。怖いじゃんだって。俺やられるかもしんないでしょ。いや、これ作戦でしょ、こいつの。作戦だろうが、絶対。本人のリアクションがないなら警察は何もできないそうです。謝罪のメール僕たらの目を通していただき。じゃ、だからもう本当に気をつけな。多分大丈夫。俺が絶対被害届出さないし、ね。大丈夫だって言うけど、本当に気をつけな。本当にみんな気をつけた方がいいよ。マジで。例えばさ、他の人とかでもさ、うんこちゃんが OK なんだからこいつ OK だろみたいなさ、そういうんでやって、そんなんで警察にパクられたらマジでシャレになんねえぞ。シャレになんねえぞ。
まあ、大丈夫だ。警察なんか捕まんない。俺が断言する。捕まんないと思うけど、ほんと実際動くから、ほんと気をつけな。それをみんなで言いに来ました。一回アンケートするでしょ。やだよ。もうよろしくね。みんなも気をつけて。出さねえよ、被害届なんか。めんどくせえやつが、こんなやつの相手したくねえよ。時間がもったいねえよ。時間がもったいねえ。なんかおめえらがじゃあ任したら、じゃあ、あとは。それでは皆さん気をつけてくださいね。本当にこんなのね、こんなので人生棒に振ったらマジでちょっと、じゃあ人生棒に振ることないけど、マジで心痛めるよ。気をつけてくださいね。それではお疲れ様でした。だからその殺害予告したやつもすっげえ丁寧な謝罪文が来たよ。加藤純一様、本当にすいません。しかもそいつさ、ふざけんなと思ったのが、俺ね、G メールあんま見てないんだけど、見たらさ、死ねっていうメールをさ、30通ぐらい送ってきて、死ねっていう、30行ぐらいの死ねっていうのを、30通ぐらい送ってきてるやつで、ふざけんなよ、この野郎と思って、最後に、すいません。先ほどまで、私はあなたに、死ねというメールを30通送りましたと。人間って本当に愚かだな。てめえに身が、お前自身の身に危険が、逮捕されたくねえからごめんなさいってことじゃ。可愛いんだ。可愛いんだよ。そういう。親心なんだよ。あー、ダメだ、子ほど可愛いなって。本当にすいませんでした。幼稚なことをしてしまい。申し訳ありませんでしたって言ったら、俺もちょっと意地悪したくなるじゃん。大丈夫だよって。言いたくねえなと思って、事実を伝えた。いや、俺は被害届出さないけど、住人はどうかなって送ったら、そいつメールが返ってきて、わかりました。逮捕される覚悟はできました、みたいな。今頃震えてて、お前しばらく震えて眠っとけよ。それが俺の、俺だって人間だから、お前に対する仕返しがしたいわけよ。それは俺許されるから。でもちゃんと言ったから安心していいよ、本当に。言ったから。結局俺が被害届出さなきゃ多分大丈夫だから。でも俺は意地悪したけどね。いや、近隣はどうかな、管理会社も怒ってるしなって送り返したら、すいません、管理会社で謝りたいので、電話番号教えてくださいって聞いてきたから、ごめんなさい。俺はそういうレベルの低い物事に向き合えるほど、なんていうのかな、嫌ですと。なんで、自分がね、警察に出頭したんだったら、警察経由で、ちゃんとね、連絡先聞いて、そこからしてもらっていいですか？俺は関わりたくありませんって言ったら、そして警察に電話したらしくて、警察は介入できませんって言われてて。ほんで、俺が今日管理会社に電話してさ、なんか犯人から連絡が来て謝りたいって言ってるんですけど、つったら、いや、別にいいですよ、つって。もうそんなんいらないです、つって。言ってたよ。でも安心しろよ、もう。その代わりな、もうこれに懲りて、お前はっきり言って、俺じゃなかった、お前マジパクられてるからな。これに懲りて、あなたは人生を棒に振りかけたんだよ。警察に、な、いくら短期間とはいえ、警察にな、そう、お世話になっちまったら、そういう目で見られちゃうんだから、親からも。周りからどう 見られてもいいけど、お前の親はどう思うんだと。こじれさせてんのお前のせいじゃ、人のせいすんじゃねえ。自分がやったことは全部自分が責任取るんだよ。俺は別に許してるよってけど、放送でネタにはするよ。それは当たり前じゃん。なんでその全部俺がさ、なんていうのを罪被んなきゃいけないの。俺が殺害予告までしていいよって放送でネタにするから決まってんじゃん。そんなのなんかお前らのそのあれだよ、おかしいよ。独りよがりすぎる。全部責任は自分で持てよ、その代わり。俺はその代わり、被害届は出さないよ。当たり前じゃん。でも放送でネタにするよ。加藤さん。放送でネタにするのやめてくださいって言われたけど、それは無理。ネタにはするよ。その代わり全部責任を自分で持ちなさいと。まあ、俺は被害届絶対出さないよ。ウィンウィンじゃん。まあ、可愛いんだよ。可愛いっていうか、やっぱそのさ、一時の感情でね、そういうことやっちゃうのってわかるからさ。やっぱなんかその、なあ、俺も優しさ見せちゃうんだよ、大丈夫だよって。言っちゃうわけよ。言っちゃうわけ。どこまでされたら被害届出すんだ。いや、家族のことされたら俺もう速攻秒で警察行くよ。これがなんか、俺の家族の、に対することだったらほんとパクられてたと思う。だって警察から連絡来たんだもん。まあ、警察からっていうかその、管理会社からね。警察経由で管理会社が多分、だからまあみんなもそれは許してあげるっていうかもうそれはもういいんだよ。
家族のことはやめてね。だから俺のことに対するものだったら何でも言っていいよって言ってんだから、そこで止めとけばいいんだよ。